お疲れ様です。村彦です。本日もタコ飲み始めたいと思います。本日なんですけれども、こちらに用意しております、ですね、こちら、湯豆腐。こちらの方で晩酌をしたいと思います。こちら湯豆腐に合わせるお酒なんですけれども、本日は日本酒、白鶴、丸まあ本当にね、一般的によく飲まれているお酒で、まあ、日本酒は結構ね、まあ、辛口を飲むことが多いんですけども、まあ、これは、まあ、普通にそこまで辛口ではないんですけども、まあ、料理作る時にも、まあ、使いますし、普通に普段使いにもできるというのでよく買っている日本酒になります。まあ、今日はちょっと、まあ、今日は冷やなんですけど、冷やでちょっとやらせていただきたいと思います。熱燗をちょっとね、まあ、酔いやすいっていうのもあるんで、それでは早速、今日もお疲れ様でした。乾杯。まあ、とても飲みやすい、もう美味しいですよ。まあ、ほとんどの人飲んでると思いますけど、ちょっといただきますね。今日は、京都の美味しい湯豆腐の豆腐を買ってきましたんで、まあ、ちょっとこんな感じで買ってきましたんで、湯豆腐をしてみようかなと思ったんですけども、どこの豆腐やったか忘れました。京都の美味しいらしい豆腐ですまあ、ポン酢で食べます。じゃあちょっといただきますね。いただきます。結構豆腐自体は昨日なんですけど、しっかりしてますね。おいしい、あかん、黙ってしまうで今日はね、まあ食べながらで申し訳ないんですけど、まあ、深夜ドラマについてちょっとお話ししようかなと思ってまして、結構皆さん見られてます、深夜ドラマ。私が、まあ、好きなのが、まあ、きっと一番好きなやつが孤独のグルメっていうドラマで、まあ、30分ぐらいの短い1話完結型のやつなんですけども、まあ、五郎さんという、まあ、輸入雑貨とかを取り扱ってる、まあ、主人公が、まあ、先々で本当に美味しいものを食べると、その居酒屋とか、まあ、甘いものとかでもそうなんですけども、美味しいものを食べて楽しく過ごすと、まあ、独り言、心の声が画面越しに聞こえるっていう設定なんですけども、それがすごい楽しい。でもまあ残念なことに五郎さんはお酒が全く飲めないという設定なんで、まあ、お酒を飲まずに、まあ、美味しいものをご紹介していただけるというものになっています。ただその代わりに、その原作者の久住さんが番組が終わった後にそのお店に現れて、まあ、お酒とともに美味しいあてを食べて紹介するというので、すごい、ね、楽しい番組なんです。でもう一つ、まあ、好きなのが若子酒っていう、これは女性が、まあ、OL さんという設定なんですけども、の方でその人はもう大のお酒好きで、お酒の美味しいところにまずメインがお酒なんですよね。お酒の美味しいあてを探しに、ある時は中華であったりとか、まあ、ある時は
鉄板焼きとかそういったものを食べて、紹介してるお店を紹介してくれるという番組なんですよ。まあどちらともすごい物語自体は特にストーリーが何かあるわけでもなくて、まあ唐突に始まるとお店紹介が始まるような感じですね。まあただお店のスタッフとかも全員役者さん使われてるんで、まあ実際のお店とはちょっと若干雰囲気が変わるのかもしれないですけど、まあ本当にこういう美味しいものとこういう雰囲気のお店なんやなっていうのは分かって、そのドラマを見た後に行ってみるのもいいかなと思うんですけど、ほぼほぼね東京なんで行くことがないといけないなと思いながら、まあドラマだけ見て楽しむ。まあこの2つに関してはそこまで物語ないんですけど、もう一つね好きな深夜ドラマで深夜食堂というものがあって、これはもういろんな店の紹介じゃなくて、もう一つの、その食堂があって、まあ夜にしか開いてないお店でって、まあ置いてるものは豚汁定食一つだけなんですけども、まあ作れるものがやったら何でも作るよというスタイルでやってると。でもそれはいろいろその1話ごとに、まあ、メニューは決まってるんですよ。まあ今回は卵焼きだったり、今回はタコさんウインナーだったりとか、それに合わせてお酒とかも飲まれるんですけど、まあ今度は逆かな、さっきとは違って料理はあるけどそれに合わせて物語がちゃんと30分完結で進むと。まあスペシャル映画もやってるんですけど、もうどのねドラマもねとても楽しくて、美味しいものと美味しいお酒ありきというのはあるんですけども、そこにね人間臭いところがあって、とてもね見ていてほっこりする、とてもね安心できるような作りになってるので、もしねそういう見る機会とか、結構ケーブルテレビとかでしたらもう連続をずっと1話から全部やったりとかするんでよく見るんですけど、もしそういうのがねやってて見てみようかなと思ったら一度見てもらって、また感想とかを入れといていただいたらいいかなと思います。本日は湯豆腐でちょっと深夜ドラマについてちょっとお話をさせていただきました。また次の動画でよろしくお願いいたします。それではまた失礼します。